はい「ビ a ナアンサンブル Pro6」解説を進めていきたいと思います前回はですね「ビ a ナアンサンブル」と「DAW」をですね連携させるミディチャンネルパラアウトを解説しましまた今回第3回目最終章となりますけどもネットワークを使用した CPU 負荷の分散や音源を素早く効率よくですね管理する方法このあたり作業効率化というところを中心に解説を進めていきたいと思います まずはですね、複数のパソコンをネットワークに接続して CPU 負荷を分散する方法を見ていきましょう。この機能を使用するためには、使用するマシン全てにビ n a のライセンスが必要となります。製品を購入するとビ n a のライセンス、これがですね、複数追加されます。あとはですね、USB 接続のこちらビ n a キー、もしくは CubeS で有名な E ライセンサー、このどちらかにライセンスを入れて、使用したい全パソコンに挿しておく必要があります。 前回の解説でも使用した PC がこちら。これをですね、メイン。そして今ですね、MacBook Pro を用意していまして、こちらにもですね、BN アンサンブルプロサーバーを立ち上げているという状態です。あとはですね、すべてのマシンを同じですね、ローカルネットワークに接続すれば OK という感じです。メーカーの推奨ではですね、ギガビットに対応した LAN ケーブルをモデムなどのこうネットワーク機器に接続しておくと。今ですね、この2台のパソコン、メインとサブですね、同じローカルネットワークにつながっているという状態です。 そしてこちら、サブの方で立ち上げた音源をですね、メインの方で認識して鳴らすことができるというのがですね、今回の概要となります。その方法非常に簡単で、前回解説したようにですね、まずはサブの方でインスタンスを作成します。こちら、シンセットをつけてみましょう。このあたり前回やったところですので簡単ですね。プラグインの中から、今そうですね、ネイティブインステルメントのマッシブ、こちらを使っていきましょうか。このような形でですね、複製しました。前回この状態ですとちょっと大きかったので、下げ目にしておきますね。 そしてですね、もうサブの方でインスタンスを整えましたら、メインの方でですね、呼び出して使えるという感じです。やってみましょうか。まずこちらですね、前回のドラムにこのフレーズ打ってあります。そしてですね、このインストゥルメントトラックに音源を立ち上げると。VSL のですね、BL アンサブルプロ、VST3 の方行きましょう。こんな感じですね。そしてコネクトというボタンを押します。そうしますとこんな感じですね、2台のパソコンが出ています。1台がメイン、今こちらで立ち上げているもの。 今ですね、インスタンス特に作成していませんので空の状態になっていますねこちらがですね今ネットワークでつながっているサブの方ですねサブの方で作成したシンセというのがこのように選べるようになっていますあとはですねこのまま選択してコネクトこれでですねサブのマシンで立ち上げているマッシュブ3つをメインのマシンで鳴らすことができますサウンド確認してみましょうこんな感じですねちょっと赤ついてますので下げましょうかはいかなりですねスムーズに 編集できますね。機回止めます。音の遅れもなくですね、サウンドが届きます。今ですね、サブの方で3台のマッシュを演奏をしているということは、メインの方はただサウンドを流しているだけとなりますので、CPU 負荷がほぼないという形ですね。今ですね、こちらメインのパソコンの方が優秀なスペックだったりするんですけども、例えばですね、優秀なパソコンの方をサブとして音源を担当させてしまうと。 気軽に移動ができて、機動性が高い方にですね、ダウを立ち上げて、そちらをメインとしてしまうという考え方もありですね。いつもですね、CPU が不足してしまう方とか、優秀なスペックのパソコンをですね、複数台持っているといった方は、この方法ですね、非常にお勧めしたく思います。また、この嬉しいところは、このようなオーディオミックスサウンド書き出しの際に、このです、ね、オフラインバウンスにも対応しています。 もしくは QBSS とインプレスレンダリングといって、ビデオをです、ね、オーディオにしてくれるという機能ですね。このあたりもですね、対応していますので、打ち込みが終わった後はですね、簡単にオーディオに変換することができます。こうしてしまえばですね、もうサブの方は使わずに、オーディオで扱うことができるという利点もあります。 はい。続きまして、こちら、ビエナをですね、ダウの中で効率よく使用して作曲を進めていくと言ったときにですね、おすすめなのが、テンプレートを作成しておくということですね。作曲の中でよく使うものをですね、インスタンスごとに保存しておいて、すぐにですね、呼び出せるようにしておけば、新曲を作る際もですね、素早くこの音源にアクセスすることができます。で、このテンプレートの作り方は簡単なんですけども、その前にですね、この中もう少し使いやすいように整えておくこともできます。例えば今、こちらドラムなんですけども、 前回説明しましたパラアウトを行っています。こうしますとちょっとトラックがですね、多くなってしまって、少し見づらくなってしまうという場合もあります。で、こんな時に活躍するのがフォルダと言いまして、このあたりどこでもいいので右クリックをします。そうしますと、インサートフォルダというものができます。これを選択します。はい、このようにフォルダができました。もちろんこれはですね、このように上下ドラッグで移動させることもできます。次にこのフォルダの中に入れたいものをですね、選択します。シフトを押しながらですね、端と端を選択すれば、 こんな感じ、一気に選択できるほか、Mac コマンド、Windows コントロールでですね、クリックしますと、特定の部分をですね、入れたり外したりということもできます。今ですとこちら BFD1 からオーバーヘッドまで持っていきたいと思います。このように選択しましたら、こちらリンクしますので、このようにドラッグしようとしますと、まずオレンジ色の線が出てきます。そして、さらにですね、ちょっと上に持ってきますと、こんな感じ、オレンジ色の線の左が短くなります。ここで離すと、このフォルダの中に入りますよということを表しています。 このフォルダーの左の三角形、クリックしますと、こんな感じ、開け閉めができるという感じです。またこちらダブルクリックで名前を付けておくこともできますし、こちらミュート、ソロを一斉に行うこともできます。そしてボリュームですね。全体ボリュームを整えることができると。とても便利に使用できるかと思います。またこういった場合もあると思います。例えば今ベースでモードベース、マッシブ立ち上げていますけども、たまにしか申請ベースを使わないといった場合は、この電源をですね、外しておくことで、ビエナーを読み込む際に必要ないものを省いて読み込みますので、 この辺り速度だったりとか CPU 使用率の削減につながるという感じです。このようにしてミ d i チャンネル、パラアウトの設定を整えましたら、これをテンプレートとして保存します。その方法ですね、非常に簡単で、この全体ですね、もうこれ自体を保存したいといったときは、上メニューファイルから、セーブサーバープロジェクトアズと別名で保存することができます。このようにですね、テンプレートを格納するフォルダを用意しておくというのも一つ手かと思いますね。あとはですね、これに関連付ける名前ですね。 例えばですね、テンプレートの1という名前もいいですし、ジャンルごと、例えばこれですとポップスとか、様々なジャンル分用意しておくというのもおすすめです。で、このように保存します。で、読み込みの際はこちらオープンサーバープロジェクトと選択しますと、先ほど保存した場所を開きます。これがプロジェクトのファイルとなりますので、こちら開くとやりますと、すべてですね、復元されていくという状態となります。使用用途に合わせて使うことができるというものですね。で、このように特定のインスタンスだけ保存したいという場合もあるかと思います。 そういったときはですね、まず保存したいインスタンスを選んでいただいて、上メニュー、インスタンスと、そしてこのセーブプロジェクトアズで、先ほどのテンプレートでもいいですし、また別のフォルダを作ってもいいと思います。今こちらベースですので、ベースをつけます。で、ちょっとですね、フォルダをご覧いただくと、拡張子が違うことがわかります。上がですね、こちらインスタンスのみ、下がですね、全体のものという感じになります。読み込み方がこちらオープンプロジェクト、もしくはこれをドラッグドロップでもですね、読み込むことができます。 はい。こんな感じ。今ですね。同じ名前は付けることできないので、ベース2として立ち上がったという感じの考え方です。ミリチャンネルなんかもしっかりと引き継いでますね。このあたりも知っておくと便利かと思います。そして最後に、インスタンスではなくて、特定の音源だけを保存したいと言った場合もあるかと思います。こちら音源を右クリックしまして、この中のですね、セーブチャンネルセットというものがあります。これを選択します。今ですと、モードベースと付けますね。で、例えば違うサーバープロジェクトだったりとか、必要な時が来ましたら、こちら右クリック。 そしてですね、こちら、インサートチャンネルセットというものがありますので、この中に保存したものが出てます。あと、呼び出せばですね、こんな感じで簡単に追加を行うことができると。このあたりですね、こちら全体、そしてインスタンスごと、そして音源ごとですね。また、このチャンネルはですね、こんな感じ、複数選んで保存しておくこともできます。今の場合、3つ選んでいますので、セーブされたものを開きますと、3つのですね、音源が開くという感じです。 そしてですね、効率化といった意味で非常に便利なのが、ビエナのですね、プリサーブ機能というものです。これなんですけども、ダウのプロジェクトを終わらせてもですね、このビエナンサンブルプロサーバーを終わらせない、要はこのまま残すという機能となります。このメリットなんですけども、このようなですね、用意した音源をラックのようなイメージで考えて使うことができます。なので、こう曲を変えるごとにですね、音源を読み込む必要がなかったりとか、言ってしまえばダウを変えたとしてもですね、切り替えが非常に素早くなるという感じです。 で、このプリサーブ機能非常にですね、簡単に使用できまして、インスタンスのこの鍵マークになります。これがですね、このように外れているときは、ダウのプロジェクトを落としたときに、この鍵マークが外れているですね、インスタンスも同様に落ちます。しかしですね、この鍵マークをつけておきますと、このですね、ダウのプロジェクトを終了した場合も、こちら残ると。試しにやってみましょうか。今名前がこちら、BLAN ンサンブルプロ。一度これを落とします。このような状態になるんですけども、こちらサーバーの方はまだ生きていると。ーベースで新たなプロジェクトを作る。 といった時もですね、音源がですね、このように立ち上がっている状態ですので、あとはですね、いつも通り、このビエナアンサンブルプロをですね、立ち上げてですね、例えば今4つありますので、4つ分も複製してしまうと。あとはですね、このようにコネクトでつなぐという感じですね。そうしますと、はい、即ですね、音源を鳴らすことができると。また前回ですね、お伝えしていますように、この楽曲を保存すれば、このビエナサーバーも一緒に保存されます。ここでですね、一つ注意点があります。 このですね、ラックに関しては、使い回すということになりますね。例えば、この楽曲の中でベースの音量を変えたりとか、ベースの音色を変えたとしましょう。そして今、テストと名前を付けて保存しました。で、この楽曲、作業を終わって閉じたとします。もちろんですね、今、プリサーブ機能を効いていますので、音源は残ります。ここでですね、先ほどの楽曲、ビアのアンサンブルプロシックスと立ち上げます。そうしますと、やはり音源は残る。という感じなんですけども、今ですね、いじったこちら、ベース、ご覧いただきますと、 先ほどの楽曲でですね、設定した状態が残っています。このですね、整合性を取る機能としまして、こちらですね、何かこう変更があった場合はですね、この矢印を点滅します。で、クリックしますと、このような選択肢があります。上が前回保存した、このビエ n アンサンブルプロ6-2の状態を復帰させるというものです。下がですね、このプロジェクトに保存している状態を破棄して、現在の状態、先ほどテストと付けたプロジェクトの状態のまま使用するということになります。 多くの場合はですね、プロジェクトを保存した状態に戻したいという場合かと思いますので、こういった時はこちらロードですね。こうしますと前回の状態ですね、このように読みに行くという感じです。ということでですね、この中のものを変更する場合は、この点にご注意いただく必要があります。この考え方としては、あくまでここはですね、音源、固定の音源と考えて、細かな設定、エフェクトなんかは、こっちのプロジェクトの方でですね、パラオーして進めていくという考え方はいいかもしれませんね。かなりですね、魅力的な機能かと思いますので、ぜひですね、この辺り試していただけたらと思います。 はい。といった形でですね、3回にわたって、こちらビエ l アンサンブルプロシックス解説を進めてきました。機能なんかもですね、非常に目新しいものがたくさんありますが、今後ですね、このような自由なスタイルが主流になってくるのかなということも感じましたので、ぜひですね、ご興味がある方は試してみていただけたらと思います。といった感じで、このシリーズの解説を終わらせていただきます。ご視聴いただきありがとうございました。